ツラギはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の18番艦。艦名はソロモン諸島のツラギ島にちなんで命名された。艦はホルタゼラ米として合衆国海事委員会の契約下ワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で1943年6月7日に寄港し、1943年7月15日に首マイナス72へと、 関守変更される。1943年10月19日に正しい名前であるホルタレザベイに訂正されたが、1943年11月6日に、つらぎと改名された。1943年11月15日に、ジェームズ・デューク・アーナー・プジンによって浸水し、1943年12月21日に、ジョゼフ・キャンベル・クローニン艦長の指揮下収益した。 収益後は1944年1月17日にシアトルを出港し、サンフランシスコで物資、航空機、兵員を積み込み、ハワイへ向かう。ツラギは、真珠湾を1月29日に出港、サンディエゴに帰還すると2月4日に兵員を上官させる。2月の大半は、サンディエゴ沖での訓練演習に費やされ、その後パナマ運河地帯を経由して、 バージニア州ハンプトンローズに向かった。3月17日にノーホークに到着し、ツラギはオーバーホールと信頼性試験を受ける。ツラギは5月後半に陸軍航空隊の航空機を搭載し、28日にニューヨークを出港。他の2隻の空母及び護衛艦と共に戦団を形成した。6月6日、ツラギは初めて外国の港に入港した。 積み荷を下ろすと35名の捕虜を含む乗客を乗艦させ、本国へ向かった。1944年6月17日にノーホークに到着、その後、つラギは6月下旬にロードアイランド州区オンセットポイントに向かい、同地で乗客、航空機及び機材を下ろした。6月の最後の日、つラギは第27.7任務部隊の司令官カルバン T、ダージン少将を乗せ、 ナラガンセット湾を出港し東方に向かい、途中アルジェリアのオランで、砲日訓練を行った。ツラギは7月26日にマルタを訪問し、翌週は訓練で過ごした。その中には、フランス侵攻作戦、ドラグーン作戦に備えた、アフリカ及びイタリアの港の沖合での偽装訓練も含まれた。D、例当日、ツラギは海岸から45マイル沖で巡航した。 5時46分にヘルキャットの第一陣を発艦させる。翌週、津ギからの攻撃部隊は68の任務で276回出撃し、敵陣に対して大きな損害を与えた。天候は空母艦再起にとっておおむね任務を果たすのに適した状態であり、沿岸の様々な標的に対して攻撃を行い、その中には砲台及び鉄道設備も含まれた。 8月21日は、つらぎにとって、ドラグーン作戦支援の最終日であった。ドイツ軍部隊は、連合軍の攻勢により退却中であった。つらぎの搭載機は、リムーランの付近を行列するドイツ軍部隊に対して、攻撃を行い、ドイツ空軍の152を3機撃墜した。オランで物資と燃料を補給した後、つらぎは9月6日に、帰国の途に着く。 ノーフォークでの短期オーバーホール後、スラギはパナマに向かい、運河を通過10月26日にサンディエゴに到着した。同地でハワイへ運ぶに航空団を乗艦させ10月29日に西海岸を出港した。スラギは11月5日に新珠湾に到着し、対潜水艦船演習及び砲術演習に加わった。 11月24日に特別対戦任務軍と共に出航し、マーシャル諸島、ウルシー関省を経由して、サイパン島での総会任務に当たる。12月を通してツラギはパラを及び、マリアナ諸島南方で対戦紹介に当たった。1945年の元日、ツラギはリンガエン湾及び、ルソン島への進行作戦に参加する。ジェシー・ B ・オールデンドルフ中将を率いる。 オーストラリア海軍艦船も含んだ164隻もの艦船で構成された艦隊は2日後にスリガオ海峡を通過する。その頃からフィリピンの日本軍は艦隊に対して100機以上の神風特攻隊による波状攻撃を仕掛けてきた。続く3日間の間、艦隊は特攻隊の洗礼を受け続けた。1月4日、艦隊は F4 回。 ワイルドキャット40機と陸軍戦闘機20機が上空を紹介するスールー海を航行中、神風特攻局実隊一星隊新集隊の攻撃を受ける。一機の特攻機がルンガポイントに突入するかに見えたが、撃墜された。ツラギの乗員は、その光景に続いて、オマニーベイに彗星が突入する瞬間を目撃した。オマニーベイは炎上した後、 味方の手によって処分された。翌1月5日、艦隊はミンドル海峡を通過して南シナ海の一角に入りつつあった。これは同時にマニラ近辺の航空基地との距離が縮まって特攻攻撃にさらされやすくなったことも意味していた。上空紹介の戦闘機は接近してきた2機の冷戦特攻機を撃墜したが別の特攻機3機が戦闘機の紹介網を突破。 二機は撃墜されたが、残る一機が従順洋艦ルイビルに命中した。1月9日、リンガエンワンへの上陸作戦が開始された。つらぎの航空機は、大地攻撃や上空紹介に従事。1月12日にもリンガエンワン上空を紹介する航空機を発進させた。翌1月13日、つらぎは一機の特攻機の攻撃を受けた。この特攻機は、 つらぎの右舷側を後方へ突き抜けて、突入を試みたものの、最終的には撃墜された。1月17日に至り、アメリカ陸軍航空軍は航空基地を確保。リ輪画円湾上空の紹介任務は陸軍航空軍の担当に変わった。つらぎはサンバレス周辺岸部に移動し、同地に対する上陸作戦の支援に従事。この方面での32日間の行動で、 はじめの二日間以外の日に実施していた航空活動を終えたツラギは、ウルシーに向かい、2月5日に到着した。2月21日、ツラギはグアムを出撃し、3月1日には、伊王島製法用場に到着して、以後3月11日まで、伊王島の戦いの支援で、対戦紹介と対空紹介を行った。つらぎは3月14日にウルシーに帰討し、 次の沖縄戦のための準備を始めた。3月末から6月前半までの沖縄戦の時期とほぼ重なる期間中、津良木は他の護衛空母と交互で沖縄方面での全般支援任務に就いた。4月3日、4機の冷戦特攻機が攻撃を仕掛けてきたが、すべて撃墜された。津良木は整備のため、ケラマ諸島に向かったが到着した4月6日は、 菊水1号作戦の初日であった。津良木は、対空砲火により一機の特攻機を捉えたが、この特攻機は炎に包まれながらも、戦車用陸艦に向けて突入していった。まもなく、津良木は、正確な対空砲火で、別の特攻機を撃墜した。4月7日、津良木は、沖縄沖での紹介任務に戻り、対地攻撃と、写真偵察、紹介任務を再開した。 4月13日には、宮古島の航空基地に対して、空襲を行うと同時に、航路隊の対戦紹介を実施した。29日、津良木の関西域が潜水艦を発見し、攻撃により潜水艦を撃沈した。この潜水艦は、領46だった。この長く困難な巡航の後、津良木は1945年6月6日に、グアムアプラ港に到着した。 6月8日にマリアナ諸島を出港し、サンディエゴに向かう。西海岸ではオーバーホール、大焼け身及び訓練でその年の夏を過ごした。サンディエゴでの活動中に戦争は終了し、ツラギは9月4日に西海岸を出港、ハワイを経由してフィリピンに向かう。サマール島でツラギは航空機を積み込みキロに着く。10月に真珠湾に到着した後、 サンディエゴには1946年1月に到着。2月2日に不活性化のためワシントン州ポート、アンジェルスの第19艦隊に合流した。ツラギは1946年4月30日に退役し、5月8日に除籍された。ツラギは第二次世界大戦の戦考での4つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。